彌十郎の絶筆となった作品睡蓮。木陰と茜空が映った暮れなずむ夕焼けの池、淡く紅を帯びた蓮の花が葉に囲まれて浮いている様子が描かれています。彌十郎の作品は画面における中心となる対象が明示されていることがほとんどでしたが、中心の喪失は画家の見つめる世界がこの画面の中で完結することなく、画面を越えてその外へと広がっていることを感じさせます。時間や空間などあらゆるものから自由になったこの穏やかな境地こそ、絵描きとしての生を全うした彌十郎がたどり着いた場所でした。